台風14号ですけれども依然として大型で猛烈な勢力を保ったまま北上中です明日は九州にかなり接近そして上陸する恐れがありますでまず雲の画像をご覧ください 現在の台風14号の雲の渦巻きですけれども中心の目も非常にはっきりとしておりまして今回の台風非常に強い勢力を保っていることを示しておりますまたこの雲の範囲もかなり大きくなっておりまして今回の台風その強い風の範囲も非常に広いということがまあ特徴として挙げられますこの後の後 予想進路と位置ですけれども、えー、まず13時の推定位置入ってきましたこちら、南大東島の東北東およそ170キロの海上に、えー、台風の中心があるものと見られます、えー、まだ九州などから見ますと距離があるようには見えるんですけれども今回の台風大きいということでこの黄色い円、えー、風速15メートル以上の強風域に、えー、九州も南部からこれ徐々に入ってきているような状況となっております。 この後なんですけれども台風はですね勢力保ったまま北上していきます明日18日の12時は依然として910ヘクトパスカル最大風速55メートルで屋久島のすぐ近くまで北上してくるものとみられます。さらにその後ですけれども 19日の午前9時佐賀県付近に予報円の中心がある中中心気圧が930ヘクトパスカルで最大風速45メートルと非常に強い勢力を維持している見込みです今回のこの予想進路ですけれども、まあ、予報円の中心を見ますとこのようにですね鹿児島付近薩摩エリア付近からまこの 佐賀、長崎といったところに北上していくように見えるんですが実際は少し膨らむ可能性があります九州の西岸付近あるいはその少し沖合を通過後九州北部に向かうような可能性があります。そうなった場合は 台風の進行方向右側というですねより雨や風の強い領域に九州の広い範囲が入るということになりそうです、まあ、暴風についても最大瞬間風速が60メートル以上の風が吹き荒れる可能性がありますし雨についてもこちら、えー、日曜日ですねこちらは日曜日1日で宮崎県の多いところで400ミリ以上さらに月曜日1日で 同じく宮崎県の一部で400ミリ以上、また月曜日は九州北部や中国四国でも大雨になって災害が起きる恐れがあります。まあ、九州を中心とした西日本一帯で、えー、この明日からあさってにかけて厳重な警戒が必要ということになります。でさらにその後ですけれども、台風は暴風域を伴ったまま、えー 火曜日ぐらいをピークに東日本を通過していくものとみられます。まあ予測モデルによってはかなり速度が遅いモデルもありまして、火曜日から水曜日にかけてまだ影響が残る可能性もあります。まあ今回の台風かなり長い時間を、えー、持ってですね、この本州付近。 通過をしていくということになりそうですので広い範囲で災害への対応、備え必要になるかというふうに見ております。